男と女どっちが好きなの？陽子はすごく可愛いけどすごく憎らしい。10年後一緒にいるかな？もし別れても首吊らないでよね。自分の一部を殺して部分的に自殺してる。心中したの？陽子と花代は。何がもういいの？私のことが嫌いなんでしょ？私も花代を嫌いになる。それでいいでしょ？本当は私なんかよりもずっといらんなんじゃないの？花代、そこにいる？嫌いになった？いつも耐えてくれるの？私は嘘つきだから。陽子は自分に対して何も疑問を持たないもんね。自分を変えてみたくならない？何度でも新しい自分に会いたくない？なぜ愛することで人を傷つけてしまうのだろう？なぜ愛を信じたいのに自ら壊してしまうのだろう。まだ誰も知らない女の愛の秘密。ナチュラルウーマン2010